ここにお塩入れます。軽く混ぜます。オリーブオイルをたっぷり振りかけます。そしてごま、パセリのみじん切り。ないじゃん。バジルのみじん切り、乾燥バジル、そして粒マスタード、あえて出来上がり。日焼けした日なんかいいよ。